ああ、そう。そんなん知らんわ。いつも後から聞くだけやで。はっきり言って。いらっしゃいませ。妖怪酒場のカオルです。はい、こんばんは皆さん。ということで、本日も試合の結果をね、お知らせしていきたいと思います。それでは音声記号お願いします。はい、ということで本日のまず試合結果から報告していきたいと思います。5月23日木曜日、マツダスタジアムで行われました広島対阪神の第10回戦でございます。1対2でカープが負けました。負けほー。はい、ということで2連敗プラス、カード負け越しということなんですけども、でね、貯金も2に減ってしまいまして、お互い今季はね、ビジターが強いという感じなんですね。はい、本日の先発は広島がハッチ投手、阪神が西勇輝投手。勝ちは西勇輝投手について2勝1敗、負けはハッチ投手について0勝3敗。セーブはゲラ投手が7セーブ目を挙げております。そういえばなんか連敗がカープはしばらくなかったみたいで、4月の12、13、14のね、巨人に3立てされた日以来の、ね、20日ぶりの連敗だそうです。え、なんか私もっと連敗してた気がしたんだけど、それはちょっとネガになってただけなのかなっていう感じですね。ということで本日の結果でした。はい、続きましてスタメン予想ゲームの結果発表に行きたいと思います。私が昨日予想したスタメンと今日の実際のスタメンを照らし合わせて点数をつけていくコーナーでございます。スタメンの予想ゲーム結果こんな感じでした。バスン。はい、ですね、まあ坂倉選手とね、末包選手が逆だっただけでしたね。まあなんで坂倉選手の方が先だったかっていうのを考えたんですけど、去年坂倉選手は西勇輝投手からですね、マツダスタジアムでホームランを打ってたから、打順を先にしたのかなというふうに思いました。はい、ということで、でもね、本日あのメンバーが全部合ってたから25点。おー、なんかいい数字だね。新井監督って感じ。25点、イエーイ。何試合連続20点超えしてる、ちょっとわかんないけど、まあまあ最近高得点いけててちょっと嬉しい。はい、ということで本日のスタメン予想のゲーム結果発表でした。はい、続きまして本日のトピックスでございます。まずベンチ外が河野投手でしたね、本日は。はい、続きましてハッチ投手の結果なんですけども、まあ結果の前にね、あの今日すごい気になったんですけども、ハッチ投手の登場曲が、あのアスカの始まりはいつも雨っていう曲だったんですけど、ちょっと私はこの曲知らなかったんですけど、助っ人外国人がね、日本の曲を選ぶっていうの珍しいんですけど、これ誰決めたんですかね。なんとなく新井監督かなと思ってるんですけど相当雨男で浸透しているね、ハッチ投手はって感じで、本日のハッチ投手の結果いきたいと思います。5回でね、8-8-9ですね。で、まあ来日最多7奪三振ということで、いや結構試合も作ってくれてすごく良かったんじゃないかなと思いました。昨日の森下くんみたいな感じでね、まあフォアボールとかはあったけど、なんだかんだね、失点2で、あの、まあ、試合は作ってくれたかな、というふうに思ったので、ちょっとね、負けたのが悔しいなっていう感じでした。はい。続きまして、西勇輝さんですね。3回までパーフェクトピッチングでした。もう2日連続にね、あの、途中までパーフェクトピッチングをされるという、やっぱり苦手なんだろうね、アレルギーがあるんだろうね、っていう感じですね。はい。続きましてね、4回裏。チャンスを作るも無得点。はい。ツーアウトでね、1、2塁で坂倉選手のあたりが、まあ一瞬ちょっとホームランかと思ったんですけど、まあ森下選手のファインプレーでフライになってしまいました。まあ去年ね、ホームラン西投手から打ってるので、やっぱり相性はいいのかなというふうに思いました。続きまして、5回裏でね、矢野選手の2塁への盗塁成功ということで、もうあの技術やばかったですよね。タッチされるね、こうタッチされるであろう左手を引いて右でこうベースにタッチしてセーフ。まあこれでね、あの判定はセーフだったんですけど、まあ岡田監督がその
プレイにこうハートを送って、まあ、リクエストされるんですけど、リクエストの結果、まあ、判定通りセーフだったということで、良かったですよね、あのプレーは。で、その後ね、うぐさくんがですね、この私の推しのうぐさくんが、フォアボールを選ぶというね。で、繋いで、で、その次にね、秋山選手がね、1、2塁間のあたりを中野くんがまたファインプレーですよ。くそー、すげー、すげんだよー。でも、ほんと中野選手のね、守備、良いです、ほんとに。やっぱ、菊池選手からゴールデングラブを奪うぐらいの守備力ですので、あっぱれって感じでした。はい。で、続きましてね、6回表にノイジー選手の打球を末金選手がファインプレー。あれすごかったね。こう、シャーって、シャーって取りに行って、ちょっと膝大丈夫かなって、ちょっと余計なお世話ですけど、心配してしまいましたが、まあ笑ってたのでね、全然大丈夫そうでしたね。はい。ということで、ナイスプレーでした。はい、続きまして、8回裏、野間選手と菊池選手が連打をして、プラスノイジー選手の攻撃で1点を取りました。はい。で、その後、坂倉選手がね、打った打球をね、また中野くんのファインプレーですよ。もう、何回今日中野くんやばいって。まあ、それでチャンスを生かせずって感じで。だからね、坂倉選手ね、今日、すごいいい当たり多かったんでね、それはもう、収穫かなというふうに思いました。はい。で、続きまして、矢野選手が本日、猛打賞ということで、2割4分4厘まで打率が上がっておりました。まあね、守備だけではなくて打撃の方でもアピールがすごくて、今日もね、その走りも、もう走攻守ですよ。なので改めてすごく本当に大事です。この存在って感じになっております。はい、ということで、カープのトピックスは以上で、今日ね、他球団の情報なんですけれども、明日からのカード、DeNA がですね、3連勝をしている勢いがあるということで、超怖いですね、ここは。まあ、牧選手が離脱中なのにもかかわらず3連勝。いやー、もう土台ができてるんだなっていう感じでございます。はい。ということで、本日のトピックスは以上でございまーす。はい、続きまして、私が決める MVP のコーナーでございます。はい、ということで、本日の MVP を発表したいと思います。本日の MVP は、はい、効果音。よろしく。シャーということで、シャーくん、はい、矢野正也選手ですね。これ初めて選ばせていただきました矢野選手。今日は盗塁ね、と攻撃は猛打賞だし、まあ、守備はもういつも、もうね、ファインプレーがもう当たり前になっちゃってて、もうそれは本当にこっちのね、感じ方が申し訳ないんですけど、当たり前と思っちゃいけないんだけど、なんかもうファインプレーがファインプレーじゃなくて、もう当たり前、もううざいね、言い方ね。はい。他球団の人からしたらちょっとうざいかもしれないんですけども、もう本当に、いつも通りの守備で、もう本当に走攻守ありがたいですっていう感じの、今日は、はい、矢野選手でしたので選ばせていただきました。はい、ということで以上 MVP コーナーでございました。続きまして2軍の情報でございます。本日は杉本昌司バファローズスタジアムで行われましたオリックス対広島の第10回戦でございます。4対2でカープが負けました。負け本3立てされましたね、2軍。はい、ということで先発はオリックスが河内投手、広島が遠藤投手。ホームランはオリックスの頓宮選手に第2号が生まれております。まあ来週のね、火水木、はい、オリックス戦、交流戦が始まりますので、頓宮さんもうこれ上がってくるんじゃない？もう2回もホームラン、しかもカープ戦で打たれるというね、感じなんですけど、もうこれはカープ対カープなので、上がってくるんじゃないかなと思いましたね。はい。はい、ということで、遠藤投手の本日の結果なんですけども、6回の89球で失点が2ということで、まあ、ホームランは頓宮選手に打たれてるという感じですね。まあ、降参的には合格だそうで、ただ1軍レベルを考えるともう少しということでした。はい。続きましてね、遠藤投手の後が、長谷部投手、ハーン投手、増田投手ということで、長谷部投手はですね、三者凡退しておりまして、良かった、好投でしたね。で、ハーン投手はですね、被安打3でランナーを出すんですが、持ち丸選手が2塁にね、牽制でタッチアウトにして、2打差選手がその後エラー、
するんですけども、まあ、ゼロで抑えるというね感じで156キロをねまた計測してましたよ。はあ、はい、ということでね、まあ、今日はねちょっと増田投手で負け越してしまったという感じで、まあ、ここはもうまっすー頑張ってって感じですよね。はい、続きましてシャイナー選手のことなんですけども、今日ね出場がなかったんです。何事みたいな、来週だよみたいな、交流戦来週だけどシャイナーどないみたいな。でまあシャイナー選手が出てない代わりにファーストが中田選手で、指名打者に堂林選手、レフトに中村翔成選手の、センターに久保選手、ライトに田村選手って感じでしたね。まあどんな感じでいくのかちょっと予想できないんですけど、シャイナー選手。はい、ということで続きまして佐藤選手ですね。本日もうこれなんか恒例みたいになってるね。佐藤選手が4打数1安打1打点ということで、今日はね一時勝ち越しとなるタイムリーを打ってました。素晴らしい。はい、続きまして持丸投手、あ、なんで投手って言ったの、本当に持丸選手と内田選手が本日はマルチ でそのね持丸選手がですね5回に1打点で、その裏に盗塁阻止をしてました。で7回はですね宇田川投手相手にセンター前にヒットを打っておりまして、まあ、今日のね2軍だったら MVP かなっていうふうに思いましたね。持丸選手いいですよ。ということで続きまして最後の項目ですね、上本選手についてなんですけども、上本選手が本日王の練習場で練習の強度を上げていたそうですね。で一度怪我したところなので、まあ大体わかる、しっかり直したいとのことで、まあ復帰の時期は定めていないそうです。まあゆっくりね調整してもらう感じになるんですかねっていう感じでございます。以上2軍の情報でした。はい、最後に明日のスタメン予想をしていきたいと思います。で明日からのカードはベイスターズ戦ですね、横浜スタジアムで行われます。じゃあベイスターズの先発予想、まだ情報が出てないんですけど、おそらくこのままいくと、東投手、中川隼人投手、大貫投手かなというふうに思っています。一方カープの方は大瀬良投手、玉村投手、アドア投手で来るんじゃないかなという予想でございます。でね、まあ東投手とは3回目の試合なんですけども、今季2試合試合しておりまして、2試合ともクオリティスタートで1勝0敗、防御率も 1.88 ということでね、もう全然勝っておりませんので、どうやっていくかっていうことなんですけども、はい、私のねスタメン予想はこれでいこうかなと思います。バスー。はい、この理由としてはですね、まず秋山選手を外しました。その理由としてはですね、2試合連続でちょっと4択だったっていうのと、まあ明日移動日ちょっと距離もあるので大変なので、プラス相手が左ピッチャーの東投手なので、ちょっと1回休ませたいかなと。まあ野間選手、菊池選手は休んでるけど、秋山選手ずっと出てるのでね、1回休ませてあげたいなって私的には思ってるので、はい。でなのでそこの1番が抜けたことにより、打順は繰り上げにしました。で今日は坂倉選手と末金選手っていう順番だったんですけど、末金選手を先に持ってきました。その理由としては、まあ、相手が左ピッチャーの東投手で、末金選手はですね東投手から去年ホームランを打ってるんですね。なので坂倉選手より先に打順を持ってきました。で二股選手を入れたんですけども、昨日粘りを見せてくれたので、私はちょっとスタメンに入れたいなというふうに思いました。なので6番に二股選手を入れてみました。まあ東投手からね今季1安打してるので、それも理由の一つとして入れております。で明日はピッチャーが大瀬良投手なので、キャッチャーは相澤選手という予想にしております。ということでこのスタメンの予想いかがでしょうかって感じですね。でですね、 DeNA はですね、もう今牧選手が離脱中なわけで、その牧選手の代役がオースティン選手と筒香選手なんですよ。それなんですけども、超怖いですよね。で筒香選手とはね、もう超久しぶりの5年ぶりの対戦ということになると思うんですけどもね。で参考までになんですけども、2019年、日本球界最後の年だったカープとのねピッチャー対戦成績をちょっと調べてみました。筒香選手がこうカープのピッチャーからホームラン打ってた選手をちょっと紹介させていただきたいと思います。まずモンティージャ投手から1本、中村雄太投手から1本、市岡隆二投手から1本、レグダルト投手から1本、床田博樹投手から2本、
大瀬良大地投手から1本ということで、ほぼいませんので大丈夫、多分大丈夫、5年前のデータですけどという感じでございます。まあ大瀬良投手からね1本打ってるんですけども、まあ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 って感じですよね。で、玉村投手とは初対戦になると思うので、アドゥア投手に対しては13打数の2安打してるみたいですね。まあでも大瀬良投手に関してはホームランは1本ですけども13打数の3安打されてるみたいですね。まあちょっと久しぶりに対戦なのでね、筒香選手もだいぶ変わってると思うし、こちらのねピッチャーも変わってると思うので楽しみにしております。昨日出した動画のちょっと今日のトピックスのねあれ表記と私が言ってたことがちょっと違ったので、昨日コメントの方で訂正させていただいたんですけども、二股選手が2アウト満塁でみたいな書いてしまったんですが、そこは正しくは2アウト1三塁でした。すいません、申し訳ございません。ちょっとね、本当にそういうとこだなって思います。間違いがあんまり出ないように頑張ってはいるんですけども、ちょっと多めに見ていただけたらなと。コメントの方でね、基本的に間違いがあったら表記するようにはしてますので、もし書いてなかった場合は教えていただけるとありがたいです。はい、あとですね、コメント本当に毎回ね嬉しくて見させていただいてるんですけども、もしね選手のご家族とか球団関係者の方がもう奇跡的にこの動画を見てる可能性がある、可能性もなくはないので、もしねそういう方が見て不快になるようなコメントとかがありましたら、基本的に表示はしてないので非表示にさせていただいております。その辺はちょっとご了承くださいということで、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント拡散の方よろしくお願いします。ということで2連敗しちゃったけど、明日からも勝てるように頑張ろうね。はい、ということでバイバーイ。